霊教は、スコットランド貴族のロード・オブ・パーラメント。ドナルド・マッカイが1628年にジョイされたことに始まる。歴代当主は、マッカイ氏族の氏族長を務める。一族の邸宅は、オランダ王国、ヘルダーランド州ティール近郊のオペーマーツ城。かつての一族の居城である、バリフヒ城市。マッカイ氏族は、古来より、スコットランドのストラスネーバー一帯から、 サザランド北東部にかけてを支配してきた一族である。その系類の軍人サードナルド・マッカイは30年戦争を戦って北欧諸国を転戦した人物である。彼はケースネス地方に位置する霊に辞書を購入した後、1627年に順弾尺、ついで翌年6月20日にはスコットランド貴族として霊教に除された。二大教順は、 イングランド内戦を騎士党派として活動した。彼の後は、着村ジョージが爵位を継承した。これ以降は7代にわたって3代以教、ジョージの継統で、爵位は継承された。しかし、9代教エリックが生涯未婚のまま没すると、3代教の継統は途絶えた。そのため、教位は2代教の次男の継統に遡って、親族イニアスマッカイに相続された。 当時の十大教イニアスの系統はオランダに帰化しており、彼自身もオランダ陸軍巡将を務めた陸軍士官であった。彼の父ヨハンマッカイは1822年にオランダ王国貴族としてオペーマーツ及びゼネウェイネンのマッカイ男爵に除されていたため、十大教以降の当主はオランダ貴族爵位も帯びることとなった。十一大教ドナルドは1877年に イギリスに帰化して、ローズベリー内閣下のボンベイ知事やインド、小政務次官を歴任した。彼は1881年10月8日に、連合王国貴族として、サザーランド州ダーネスの霊団尺に助せられたが、彼には、子がおらず、霊団尺は一代で廃絶している。他方、霊教くらいと真っ赤い団尺は十代教の弟の系統に移行して、 親族エリック・マッカイが継承した。しかし、十二代教エリックは釈与を承継して、わずか三ヶ月後に救世したため、長男がイニアスが教養を襲った。十三代教イニアスは1938年にイギリスに帰化した後、スコットランド貴族代表議員に選出されて、貴族院に席を置いた。さらに、彼の一人息子である十四代教ヒューは、欧州議会議員を務めたほか 保守党政治家として、サッチャーメイジャー両政権下の貿易産業政務次官を務めた。また、彼は、ブレア内閣による、貴族院法制定以降も、貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人であった。現党主である15代教イニアスも、また5選の結果、父同様に貴族院議員を務めている。現党主である、第15代霊教イニアスサイモンマッカイは、 以下の爵位を保有している。爵位の法定推定相続人は、元当主の息子である、マスター・オブ・レイ・アレクサンダー・シャイミー・マーカス・マッカイ。ありがとうございます。